ローズ H918 を手に入れた。DLC で追加された突撃兵の新武器ですね。解除には MP18、光学照準で、ヘッドショットを20回しなければならないという鬼畜条件。ずっとヘッドショットできない、ヘッドショットできない嘆いてましたね。キルはできる。MP18 でキルはできるんだけど、ヘッドショットがなぜかできないんだよ。努力が足りない。ヘッドショットキルできなければ意味がない。キルできてヘッドショットキルじゃなかった時の、悔しさったらないね。お姉様は胴体狙う癖がついちゃってますからね。この下手くそが。やったー。おん、今悪口言ったでしょ。お姉ちゃんの悪口言うとバチが当たるよ。信じるかばーか。こらクソガキ。うるせえしね。今日はフランク機嫌だな。早くバター取って。はい、マーガリン。バター釣ってんだろが、てかそういう意味のバターじゃねえんだが。お、そこの君、今日もフランは不機嫌ですよー。やったー。何でたらめ言ってんの。でたらめじゃないよ、ほんとだよ。フランが不機嫌だと危なっかしいから、周りの人に事前報告しておこうかなって。不機嫌じゃないですって。不機嫌じゃん。不機嫌じゃないっつってんだろが。ちょ待って、あれ何？なんだあれ、宙に浮いてらー。おー、また開いて宙に浮いてらー。あはは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 。やっぱフランク機嫌じゃん。笑ってるのにまだそれ言う。さあ、てさてさて敵いないかな。おっ、いた。ズドン。キルできず。すかさずとどめを探しに行く。いってらっしゃい。ババ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 バ。やったー。もういないかな。いました。ババ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 バ。残念、味方に取られてしまいました。ならば次の戦場へ。小道、異常なし。屋内侵入しますよー。ワイヤートラップだ。味方のね、ちょっと待って敵のもあんじゃん。それかさっきの味方のワイヤートラップを敵が撃って、敵のものにされた。そんな高度なテクニックができるのかい。どうですかね。さて、またバターを取る作業を始めようではないか。ミニマップを見る限り敵がうじゃうじゃいますね。出会い頭ごめん。やったー。お邪魔しまーす。敵はいないようです。突き当たりで休憩してるやつがいるぞ。あばば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 ば。弾切れにつき手榴弾をあげよう。あーん、ブートロワー。やったー。お姉様今イギリスなのになぜフランス語。さっき覚えたばっかで使いたかった。すごい素直ですね。あとは火炎放射兵君が頑張ってくれるから一安心。いやーん、助けてー。火炎放射兵さん逃げちゃいましたけど。あの臆病者ね。か弱いか弱いレミリアさんを置き去りにするなんて信じられないわ。そのくせ何気にキルしてますけどね。あーん、ブートロワー。やったー。さて、ようやくバターに到着したぞ。敵さん大量にいますね。一人ずつロケット砲でコッパみじんにしてやろう。ぐわっかっかっかー。やったー。援護兵さんから弾を大量にもらいたいですね。こんないい位置にいるのに弾がないとは悲しい。とても悲しい。あと一発は誰に使おうかなー。外さないでくださいね。ズドン。外しましたね。キルはできずともヒットはしました。外してないです。ババ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 バ。やったー。もう一人いたよな。一人どころじゃないですけどね。やったー。おい、そこの君逃げずにしね。あ、こんにちは。こんにちは。そこ動かないでくださいね。くたばりやがれー。くたばりやがりましたね。ぐぬぬ、動かないでって言ったじゃん。バーカバーカ。何あれムカつく。そうそう、その武器結局どうなんです？私にはだいぶ合ってる気がする。どこら辺か？どこなんだろうね。え？なんだろう、アイアンサイトが見やすいのかな？気のせいかも。やだー、助けてー。おん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 。おん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 。積み上がれちゃったー。君が死ぬんやで。やったー。窓から眺める風景は一つ一つ物語がありますね。物語に介入して結末を変えてしまったけどね。おっと、ここで戦車を発見。突撃兵にしかできない。もとい、レミリアにしかできない破壊活動をしなければ。まずはダイナマイトを設置。2個で足りたっけ？足りませんよ。そっかそっか、それならもう一つ追加でプレゼント。破壊できてませんよ。破壊できたよ。やったー。なんかこう、スマートじゃありませんねー。戦争にスマートもクソもないから。確かに。お芋砂を掘るお芋とつ。やったー。お芋とつ？よし、バターはもういいでしょでしょでしょ。アップルに行くでしょでしょでしょ。その言い方普通にムカつくしね。死ねってひどいでしょでしょでしょ。だから死ねって。あかん、これガチで切れてるやつだ。痛ーい。背中に傷がついた。お嫁に行けない。もともと行けないから。やったー。あかん、これガチで切れてるやつだ。どうやら油断していたようだ。我が軍の後方拠点を制圧されてしまっていた。これは早急に奪還する必要がある。さもなければこの美しきアミアンにて、ドイツ兵がゲリラ戦を仕掛けてくることになる。それは厄介ですね。地雷なんか設置されては、戦車部隊が前線にたどり着けなくなります。やったー。どうだ？拠点にのさばるドイツ兵は消えたか？屋内は大丈夫ですかね？いるようだ。やったー。まだ複数人いる可能性があります。とりあえず手榴弾探知機を用いてと。うむ、一人は確実にいるな。クリアリングしなければ。ダメじゃん、しっかりしてよ。しっかり頑張ったけど相手の方が頑張ってた。よし、前線に復帰できそうだったけどできなかった。残念。どうやら残りはアップルだけのようだ。目の前で銃弾が飛び交わしてますね。いました。敵いましたよ。敵見逃しましたよ。追いかけなよ。坊や出ておいでー。見つけ？やったー。もう一人の坊やも見つけましたね。気づかれてるかな？くらえ、レミリアを手製ダイナマイト。やったー。カレーだぜ。やったー。カレーに切るし、カレーに切る。それもお芋にやられるとは末代までの恥。ミニマップを見た感じ、こちらから裏を取れれば、敵歩兵隊を殲滅できそうだ。
装甲列車には見つからないようにしてくださいね。装甲列車の前に軽戦車に見つかったんだが、逃げろー。さすがに逃げ切れませんでしたね。ムカついたので復讐です。復讐するのです。こっちの方から軽戦車の香りがするぞ。するんだぞ。いたー。さすがにバレてはいなさそうですね。のんきに味方を撃ちまくってら。それならば早く破壊しなければ。さてズドン。やったーやったやったやったった。復讐できたー。そして次は軽戦車に乗っていた人に復讐され、お姉様がまた復讐して、憎しみの連鎖は続いていくのですね。なんか難しい話してない？お姉様もいずれわかる時が来ますよ。はいはーい。そういえば次に来る DLC の詳細が6月10日に明らかにされるらしいね。どうやらロシア軍が追加されるとのことで、とても楽しみですね。婦人決死隊と呼ばれる兵士がいるらしいんだけど、つまりはロシア軍の偵察兵は女性になるのかな？男性と女性では体格差があるので、マルチプレイで女性が実装されるのは、いささか疑問ではありますけどね。まあそこら辺つくね。6月10日を待ちますか。ですね。ってことでそんなこんなで。かー、来ましたー。そういえばお姉様、最近は PUBG ばっかだったので気がつきませんでしたが、次マップのアンケートが実装されたんですね。らしいね。決まったローテーションではなく、ランダム性が生まれていいと思うな。そうですね。ってことで今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。